今日から使える手話講座、思いを伝えよう編。初めて手話を学ぶ人も早速今日から使っていきましょう。今回は自分の気持ちを相手に伝える手話を学びましょう。おいしい、甘い、辛い、酸っぱいの4つです。手話は表情もすごく大事なポイントになります。ぜひ覚えて使ってみてください。まずはおいしいからやってみましょう。おいしいは右手の手のひらを右の頬につけて2回くらい軽く叩きます。おいしいですね。ほっぺたが落ちるぐらいおいしいという意味があります。もっとおいしい時にはおいしいっていうふうにやります。それではもう一度やってみましょう。おいしい、もっとおいしい時にはおいしいっていうふうにやります。次に甘いは指を伸ばした右手の手のひらを口のあたりにつけて回します。甘いです、甘い。もっと甘い時には甘いというふうにやります。それではもう一度。甘い、もっと甘い時には甘い。では次に辛いをやってみましょう。軽く指を曲げた右手の手のひらを口のあたりにつけて回します。辛いです、辛い。もっと辛い時には辛いというふうに表します。それではもう一度やってみましょう。辛い、辛いです。最後に酸っぱいです。すぼめた右手を口のあたりにつけて開きながら前に出します。酸っぱい、もっと酸っぱい時には酸っぱいというふうになります。それではもう一度やってみましょう。酸っぱい、もっと酸っぱい時には酸っぱいというふうになります。ぜひ食事中にも使ってみてください。表情もポイントです。これで手話だより終わります。